任天堂、任天堂株式会社に、任天堂、は、主に玩具や、コンピュータゲームの開発、製造、販売を行う日本の企業、トピックスコア30の、構成銘柄の一つ。任天堂は1889年、明治22年に創業した老舗企業で、娯楽に関する、様々な事業を展開している。創業以来多くの種類の玩具を製作しており、 特に花札やトランプは創業初期から現在に至るまで製、販売を続けている。1970年代後期からは家庭用や業務用のコンピュータゲーム機の開発を開始。1983年、昭和58年発売の家庭用ゲーム機、ファミリーコンピュータ用ソフトとして1985年、昭和60年に発売たスーパーマリオブラザーズは 世界的にヒットし、任天堂はゲーム機やゲームソフトを開発する会社として広く認知されるようになった。また、先日のスーパーマリオブラザーズの主人公、マリオなど、任天堂のゲームソフトに登場するキャラクターは世界で知られているものが多く、近年はこうしたキャラクターのゲーム外での活用を進めている。この当時はまだ会社の携帯ではないが、便宜上、 社長と表記する。任天堂は、ハードウェアとソフトウェアの開発を共に手掛けるビジネスを展開している。ハードウェアに関しては、堅牢性と耐久性を重視している。かつてハードウェア開発責任者を務めていた、武田玄洋によると、それは、子供ユーザーに配慮したものであり、ゲーム機が壊れてしまった時に、僕が壊したではなく、勝手に壊れたとなってしまう事態を見越した上での、 設計文化が出来上がっているのだという。任天堂名義の外部向けの開発は行っていないが、電通との合併で外部向けの開発を専業とした子会社である株式会社マリオを設立したことがあり、任天堂の開発スタッフをそのまま利用している。サンリオグループのゲーム会社であるキャラクターソフトのハローキティワールドとサンリオカーニバル2の開発を行っていた。 2000年代中期の Nintendo DS と E の時代からはゲーム人口の拡大を基本戦略とし、幅広い年代を対象としたハードウェアとソフトウェアの開発を行っている。n i n t e n 元社長の岩田聡氏は2004年の経営方針説明会の中でユーザーのゲーム離れによるゲーム市場縮小の現状と熟練者、初心者間の意識の乖離について触れ、その打開策として タッチパネルや音声認識機能を搭載した Nintendo DS を制作し、全員が同じスタートラインに立てることを目指したと語っている。なお、近年はゲーム人口の拡大の定義を広げて、Nintendo IP、知的財産に触れる人口を拡大するとし、口述のように IP の活用にも注力している。Nintendo は有料追加コンテンツというビジネスを否定していない。 岩田社長の時代では高額課金を誘発するガチャ課金については一時的に高い収益が得られたとしてもユーザーとの関係が長きするとは考えていないため行わないとしていた。任天堂は自社を娯楽企業であるとしているが2014年以降はその娯楽の定義を QOL、クオリティオブライフ、生活の質を楽しく向上させるものと再定義し、 事業領域の拡大を目指している。これは、実社内だけで完結するものではなく、アイデアを持っている、様々なパートナーが参加できるようにしたいとしている。事業の第一弾として、健康をテーマに掲げている。この事業では、QOL センサーという装置を用いる。この装置を用いて、睡眠や疲労状態に関するデータをクラウドサーバーに送信し、 その分析結果に基づいて QOL 改善のための提案がなされる。これを日々続けることで傾向を探り QOL の向上を目指すことを目的としている。2016年配信のミートもよりスマートデバイス上でのゲームビジネスを展開している。この事業単体での収益化を実現した上で、 ゲーム専用機事業との相乗効果を生み出し、任天堂の事業全体の最大化を目指すとしている。ゲームアプリの販売方式については、売り切り型、アイテム課金型とあるが、ゲームの種類によって使い分けていくとしている。なお、アイテム課金型のゲームについて、一般的には、フリーツープレイ、プレイ無料、無料で遊べるという言葉が用いられるが、任天堂は、 ゲームの価値を維持したいという観点からフリートスタート始めるのは無料という故障を用いている。任天堂にとって世界で支持される豊富な IP、知的財産を抱えていることは強みの一つである。以前まではそうしたキャラクター IP をゲーム外で用いることに消極的な立場を取っていたが2014年以降はその方針を転換し 積極的に活用するようになった。活用例の一つとして、いろいろなゲームと連動させることができるフィギュア、アミーボの販売を2014年末より展開している。このアミーボが店頭に並ぶことで、任天堂キャラクターの存在感を維持す効果も期待されている。また、ユニバーサルパークスリゾーツが展開するテーマパークへの登用、映像コンテンツ化、 商品化など様々な計画を予定している。花札、トランプ、百人一種、麻雀、将棋、囲碁の製造、販売を行っている。上記の玩具のほか、以前には、ウルトラハンド、ウルトラマシン、ラブテスター、高線銃、シリーズ、10ビリオンなどの独自製品や、ルーレット、野球版、ボードゲーム、ツイスター、ライセンス生産、組み立て式コースター、 組み立てブロック、トランシーバー、ラジコンカー、人形といった玩具を製造、販売していた。玩具以外では、家庭用綿飴製造機、ベビーカー、ママベリカ、簡易コピー機、NCM コピラス、電気時計、電子楽器、無線式簡易掃除機など、多種多様な製品の製造、販売、タクシー、ラブホテル、食品事業などの経営も行っていた。 Wii 以降の任天堂のゲーム機には子供にふさわしくないコンテンツの使用を保護者が制限できるペアレンタルコントロール保護者による使用制限という機能がある。ただ子供がその機能を設定することなく利用している場合があり任天堂 3DS のソフトウェアであるいつの間に交換日記や動くメモ帳 3D において一部の子供ユーザーが インターネットでフレンドコードを交換して、工場領族に反する画像をやり取りしてしまう問題が発生していた。こうした事態を受けて、ニンテンドーは該当サービスを中止した。ニンテンドーは、ペアレンタルコントロール機能をユーザーに理解して、もらえるよう努めるとして、ニューニンテンドー 3DS とニューニンテンドー 3DSLL において、 子供が安心して利用できる要塞書からフィルタリング機能が有効の状態で販売している。解除にはクレジットカードでの認証と手数料30円、税別が必要となっている。また、2017年3月2日より、Nintendo Switch 本体と連動してゲームのプレイ状況を管理できるスマートフォン向けの無料アプリ、Nintendo 見守りスイッチ、AM、A 名。 任天堂スウィッチペレントルコントロールズを配信している。一部のメディアにより、任天堂が公式に発表したわけではない情報を、公式のように報じられたり、関係者の発言を歪めた形で伝えられたりすることがある。こうした状況について、任天堂は、すべてに反応してしまうと、デマの拡散につながりかねないため、会社や株主に迷惑がかかると判断した場合に、 機動的に対応するとしている。また対策として、インターネットプレゼンテーション、任天堂ダイレクトや Twitter などで情報を直接発信する取り組みを行っている。日本経済新聞は報じた2012年2月20日付の記事について、当時の社長、岩田聡氏は Twitter で、月曜日に電子版媒体で当社に対する不正確な報道がありました。 このようなことが何度か続いていますが、文脈を無視して、恣意的に言葉を抜き出したり、事実と憶測を混ぜて書いたり、まるでもシップ誌のような手法を取られていることに驚いていますと、ことしている。さらに、日本経済新聞は2012年6月5日にも、Wii U にカーナビゲーションや電子書籍などの機能を、搭載という憶測記事を掲載し、任天堂が同日に否定した。 朝日新聞は2012年6月8日付の記事の中で社長の岩田がインタビューを受けていないにもかかわらず、任天堂ホームページ上の動画から岩田の発言部分を抜き出しインタビューのように仕立て、掲載、これに対し任天堂は直ちに抗議した。朝日新聞は抗議に対して謝罪したとしているがその時点では記事を訂正せず、2年後の2014年9月14日付の 紙面に、任天堂と、新聞読者に対する謝罪文を、示した。任天堂が2016年10月20日に公開した、任天堂スイッチの紹介動画の中で、ベセスダソフトワークス社のソフト、スカイリムの映像を用いた際、すでに、ベセスダ社が公式に歓迎のコメントを出していたにも、かかわらず、まとめサイトの一つ、八巻校は、スカイリム映像、無断仕様だったと報じた。 この問題を取り上げたメディアバスフィードジャパンの取材に対し任天堂広報は今回の映像で使用されているゲームは全て許可を取っておりますと八巻港の記事を否定している翌21日に八巻港は鉄像を認め記事を訂正した2015年1月より YouTube にゲーム動画をアップロードした制作者が広告収益を ニンテンドとシェアできるサービス、ニンテンドクリエイターズプログラムを提供。それまでは、YouTube 側の規定により、ニンテンドにのみ、広告収益が付与されていたが、この仕組みにより動画制作者側も利益が得られるようになる。また、ニコニコ動画における、同様のサービス、クリエイター奨励プログラムにも参加している。オパンレック TV でもニンテンドタイトルの動画配信が可能に、 なっている2018年11月、ニンテンドーは、ニンテンドークリエイターズプログラムを終了すると発表。そして新たなニンテンドーの著作物の利用に関するガイドラインを発表した。ニンテンドークリエイターズプログラムでは、広告収益を受け取るには、動画の審査が必須だったのに対して、新ガイドライン、ネットワークサービスにおける、 任天堂の著作物の利用に関するガイドライン、動画の審査が不要で実況できる任天堂ソフトの制限もなくなった。新ガイドラインは個人を対象にしているため、法人は対象外であるが、ユーチューバーの事務所 MCN であるユム株式会社のように包括的許諾を取るところもある。また、タレント事務所に所属するタレントや MCN に所属する。 ユーチューバーなどが個人でやる場合はガイドライン対象となるが業務として投稿する場合はガイドライン対象外となる。2017年10月、ニンテンドーは海外で盛り上がりを見せている e スポーツの取り組みについて聞かれユーザーの関心が広がっており世界的にも広がりを見せていることは認識している。ニンテンドーのゲームを使ってニンテンドーらしいと 多くの皆様から感じていただけ、勝ったに喜んでいただける、そんな、ご褒美のようなものは、体なんなのか。そういうことを考えながら、いろんな活に取り組んできているとしている。現在、e スポーツ団体である、日本 e スポーツ連合、イエースには、様々なゲームメーカーが加盟して、賞金大会を開いているが、任天堂は現時点では加盟していない。だが2018年には、 日本野球機構、NPB が e スポーツに参入し、第2弾で NPBe スポーツシリーズスプラトゥーン2を開催するにあたって、ニンテンドーは協力をしている。大会では成績に応じて賞金がもらえる大会では、内外一律参加手当てありである。他には高成績を上げているプロのスマブラプレイヤーを集めたスマブラ SP 東西リーグ大会、スマッシュボール東西リーグを 任天堂公式大会として、毎月開催して、ウェブ番組で配信している。賞金は出ないが一律参加手当ありである。現状は賞金こそ出ないものの優勝賞品や一律、参加手当ありという形でのスポーツ参加をしている。5おさむき